長塚は、鈴木木原原木、田植えがジ下に分類される魚の一種。地方名として、わら塚、ガンズ、ガンジ、てっきりとも呼ばれる。日本海北部、オホーツク海に分布する。体長は50センチメートル程度で細長い。体色は、高褐色で、体の背部に小さな黒い縁が密にある。価格は、上あごよりも突き出ている。 尻びれは1トゲと40から45本の軟状。背びれは52から57トゲからなる。水深100から300メートルの深海に生息する。メスは岩礁域に卵を産み、卵海に体を巻きつけて卵を守る習性がある。筋肉は原製品の原料となる。しかし、卵巣は有毒で頭痛や吐き気を引き起こすことがあるとされるため、取り除かれる。北海道では 長塚の卵はカラスも食べないとか、ハエもつかないという言い伝えあり。2003年には、北海道で1件の中毒事故が発生している。中毒症状は、胃腸障害。死亡することはない。ABCD、新定原食魚類大図鑑図鑑編 P、P757 ハット ABC 自然毒のリスクプロファイル、魚類、卵巣毒厚生労働省。ありがとうございます。